皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日は視聴者さんから質問いただきましたので、そちらについてお答えします。それがこちら、女性ホルモンをしたらどっちが効くのか。あれ、なんかおかしいぞ。あ、もう一回、女性ホルモン剤には種類が2つあると思うんですけども、注射と飲み薬、どちらが効き目がありますかっていう質問でございます。でここ最近私は関心 YouTuber ってめっちゃ言われるようになってしまったんですけど、別に私下ネタ目的でもないですし、あと勘違いしてほしくないのが、たまに街中で視聴者さんに会うと、カノさん動画見てるけどなんか下ネタ多いですよねって言われて違うからね、殻の変化の様子を純粋に語ってるだけなんで、何が下ネタなんだよ。だって私見ての通り、冒頭の挨拶もしてるけども、性別を男から女に変えてんですよ。普通の人間の生き方を超越した人生を送ってるんだから、別にそれちゃんと真面目に答えたっていいでしょ。何が下ネタだ。最近マネージャーにも言われたんですけどね、多分性別を変えない人からしたらホルモンの話言われても何かよくわかんないと思うんで、簡単に説明すると、私はもともと男の子だったんで、男子の体に女性ホルモン剤を取り入れたりすると胸が膨らんだり肌が綺麗になったりとか、まあ要は女らしい雰囲気になっていくっていうものなんですよ。一見魔法の薬のように見えるけども、案外そうじゃなかったんだよみたいないう話をちょっと前に動画出してるんで、そっちも合わせて見ちゃってください。この辺にカード出しておきますんで、この動画を見終わった後に見ちゃってください。なので今回は、体を男から女に強制的に変化していってしまうこの女性ホルモン剤の錠剤と注射の良し悪しについて深掘りしていきます。違いについて私は5つポイントをまとめたんですけども、後半に行くほど結構とんでもない内容になっていくんで、最後までよかったら見てってください。注射が合う人もいれば飲み薬の方が合う人もいるんで、一概にはあなたの効き目はこっちの方がいいですよっていうのは決めつけられないんで、あくまでも私のこの体験談としてお聞きください。まず1つ目、髪の毛と肌の質感はっていうことなんですけども、まず注射の効き目から話します。注射はですね、すっすごい肌が綺麗なんだよ。この見てください、私のツルスベの食器のような肌、陶器のような肌、これは私注射いいなって思いました。個人的にはですよ。メイクのりも変わるし、あとはちょっと若く見えるっていうか、年齢よりも若く見えやすいっていう点を感じました。ただデメリット、私は注射で感じたのは髪の毛がパサつくことですかね。常にうねうねしちゃうっていうか、髪の毛スカスカになってんじゃないのっていう風に思っちゃったんですよね。髪の毛の栄養不足っていうか、なのでいろんなサプリメントとかで補おうとしても全然、結局ダメだった。その代わり、錠剤の方なんですけども、髪の毛はすごいツヤツヤになるんですよ。逆に肌がその代わり微妙っていうか、乾燥肌になる。注射は油分が増えるっていうか、しっとりする。で錠剤は乾燥というかパサつくし、化粧を弾くみたいな、もう本当両極端、髪の毛を犠牲にするか肌を優先するか、もうどっちかだよねっていうぐらい、私は注射と錠剤の違いを感じました。で今私現在実は注射なんですよ。なので肌の質はめっちゃなんかいいなって思ってます。よくない？あんま分かんない。二つ目、体のだるさなんですけども、まず注射の方は、注射を打ってから1日目と次の日は、なんか体がすごいほてるっていうか、すごい眠気に襲われる感じ、プラスだるさがあります。なんだろう、慣れとかそういうの関係なしに、もうずっとそうなんで、ああ、注射ってそういうもんなんだなって私は最近思い始めてるんですけども、錠剤の方、飲み薬の場合は、私はですけども、安定してます。何にも変わんない。飲んでも、みたいな感じで、まあそうですよね。だってずっと一定時間間隔で、私は基本的に7時間間隔で飲んでるんですけども、安定して供給されてるんで、特に体に、異変とか何にもなかったですね。それは錠剤の方が良かったかなって思います。なんか隣掃除機かけてんだけど、ね、ちょっと掃除機かけないで。3つ目、
精神面の方なんですけども、私今注射やってるじゃないですか。精神面に関しては注射はかなりデメリットだって私は個人的に思ってて、今までの経験上、女になりたての初期の頃も結構注射と錠剤なんか行ったり来たりとかしてたんですけども、注射の時になると、なんだろう、自分このままで大丈夫なのかなみたいな、なんか将来に対しての不安っていうか、なんか自我が崩れるっていうの、なんか男に戻りたいとか、なんか変な不安に駆られることがあって、なんかそれが嫌で私錠剤にしたんですけども、今のところしばらくまた注射にしてるけども、その症状来てないんですよね。それわかんないけど、ただこの錠剤の方は常にメンタルも安定してるんで、私それ今話してて分かったのが、多分だけどホルモンってやっぱりずっと一定の平行線の感じでホルモン入ります、体に入ります、入りますってなってた方が精神的な安定がずっと、まあそりゃそうですよね。だって女性の方とかもさ、生理とか来るとなんかなんだろう、気持ちとか気分とかこうやって揺らいだりするじゃないですか。多分それと同じで、注射今してるから、注射入れた瞬間にグワーンってホルモンの量が体に入ってくるから、だから気分もこうやってグラーンって変わったり揺らいだりするんだろうね。なんだけども今んとこ私来てないんですよね。ちょっと不思議。4つ目、そろそろ来るんじゃないの、やばい内容が。これだから性別相互やめられないんだよな。胸の成長についてなんですけども、はっきり言います、私はですよ、注射の方が胸の成長を感じるっていうか、胸が張る感覚がものすごくあります。今めっちゃ張ってますね。本当ホルモン始めたての頃みたいな感覚もずっとなんかパンパンに張ってるっていうか、成長を実感できる、なんだろう、ちょっと安心感っていうか、そういうのがあって、ああいいなっていう感じになってるんですけども、それと反対に錠剤の方だと、張るっていうよりかはただ肉がついてるだけみたいな、そういう感じがしますね。ちょっと余談なんですけども、その営みをする時とか、そういう時にその胸をね、こういて触っていただく場面があると思うんですよ。でも女性ホルモン剤の注射をしてる時はちょっと痛いかもしれないから、お気をつけください。錠剤の時は全然大丈夫だと思われます。何話してんだろうな、なんか自分でもやべえなって思ってきた。これだから下ネタ系 YouTuber って言われるんだよ。お待たせしました、変態の皆さん、違う、勉強好きの皆さん、これが最後のトピックスです。性欲についてなんですけども、じゃああえてちょっと錠剤の方から話していきましょうか。人によりますが、錠剤はですね、性欲が私の場合は落ち着くというか、もう皆無になります。もう彼氏も作ろうかなとか、もうそういう感情も一切なくなるし、なんか好きな人欲しいなとか、もうそういうのも一切ない、ドキドキするなってもないし、どっちかっていうともう本当に衣食住、それでいいのか、衣食住欲性欲だと思うんですよ、ほとんどの人は。全くなくて、もう食べることがスマートフォンケース集める方がもうそんなぐらいしかないんですけども、注射今してるじゃないですか。もう性欲もうすごいですよ。すごいっていうか、ただ汚い言葉に聞こえるかもしれないけども、人のぬくもりを得たいなみたいな、なんかそういう気持ちに今なりつつあります。やっぱ面白いですね。結局人間ってハートって言いますけども、違うんですよ、ホルモンなんですよ。これね、これにつかさどられてんですよ。皆さんもうこれから愛情だとか、なんかそういうのやめてください。ホルモンですから、人間は。いでも今思うと、確かに昔彼氏と同棲した時に、一時期グワーッと私のこの何ラブラブ雰囲気が出た時期もあったし、めっちゃ落ちる時期もあったんですよね。その時も女性ホルモン剤を注射に変えたりとか、錠剤に変えたりとか、もう頻繁に変えたの、本当に良くないんですけどね。もう性欲って私の場合は注射、まあ卵胞注射なんですけども、卵のなんちゃらかんちゃらって書く卵胞注射なんですけども、そっちの方がいいかなって思いましたね。まあ、しばらく私は注射にしようと思います。ダメだ、私今韓国から帰国帰りなんですけども、全然日本語喋れなくなってきた。いかがだったでしょうか。こんな感じで視聴者さんからの疑問についてお答えしていったんですけども、ぜひどしどしコメント欄に皆さんの思う疑問などもありましたら書いちゃってください。感想でもいいんですよ、何でも。かのんちゃん本当に世界一可愛いよねとかでも全然いいですし、かのんちゃんってなんでこんなに真面目でとても心が温かい人なんだろうとか、もう好きに書いちゃってください。
終わりです。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらもフォローです。また次の動画でお会いしましょう。